1922年4月4日火曜日、ドイツ、バイエルン州、バイトホーフェン。この地域に暮らす住民たちが十数名、連れ立って町の近郊にある小さな農場を訪れていた。この農場は当時、ヒンターカイフェック農場と呼ばれていた。この農場で暮らしていたのは、農場主、アンドレアス・グルーバー、63歳。その妻、セツイリア、72歳。農場主夫妻の娘、ビクトリア・ガブリエル、35歳。ビクトリアの娘のセツイリア7歳と息子のヨーゼフ2歳。そして、使用人のマリア・バウムガルトナー44歳。以上、計6名。人々がこの農場を訪れたのは、彼らの安否を確認するためだった。農場主のアンドレアス夫妻は信心深く、日曜日の礼拝には毎週必ず参加していたのだが、今週は姿を見せていなかった。また、彼らの孫のツィツエリアは数日前から学校を無断で欠席。ここ1週間ほど、一家の姿が見られなくなっていたのだ。農場を訪れた近隣住民たちは、この場所で恐ろしい光景を目にすることとなる。ドイツで最も有名な未解決事件とも称されるヒンターカイフェック事件はこうして幕を上げた。近隣住民がヒンターカイフェック農場にたどり着いたとき、農場内にあるすべての建物の扉に鍵がかけられていた。鍵がかかってるぞ。これじゃ入れないな。納屋の方にも行ってみましょう。彼らは母屋の近くにあった納屋に向かった。ダメだ。納屋の入り口にも鍵がかかっている。何かあったのかも。押し破って中を確認してみないか。人々はこの意見に賛同し、納屋の扉を力ずくでこじ開けた。彼らはそこで驚愕の光景を目にする。なんと、納屋の中には4人の人物の遺体が放置されていたのだ。納屋の遺体は農場主アンドレアス、その妻ツィツエリア、娘のビクトリア、ビクトリアの娘のツィツエリア、4名のものだった。4人はツルハシで全身を滅多打ちにされており、現場はかなり悲惨な状況だったという。なんということだ。母屋の方にも行ってみよう。彼らは続いて母屋に向かっていった。そして、母屋の中で使用人マリアとビクトリアの息子、ヨーゼフの遺体を発見する。まだ2歳であったヨーゼフの遺体は、頭蓋骨を粉々に砕かれており、壁には脳の一部が付着していたという。これで一家全員の死体が見つかり、生き残った者はいないようだった。翌日、ミュンヘン警察の捜査員たちが農場にやってきて、捜査が開始される。捜査の結果、グルーバー一家が殺害されたのは3月31日金曜日の夜であると推測された。近隣住民が遺体を発見したのが4月4日。事件発生から発覚まで4日もかかったということになる。警察は当初、強盗による犯行と考えていたが、母屋から多額の現金が発見されたことで強盗説は怪しくなってくる。さらに捜査を進めていく中で、とある事実が浮かび上がってきた。どうやら犯人は犯行後、数日間農場に残っていたようなのだ。台所ではパンや肉を食べた跡が見つかり、農場の家畜にはグルーバー一家が殺害された後にも餌が与えられ続けていた。さらに、グルーバー一家が殺害された日よりも後に、農場の煙突から煙が出ているのを目撃した者もいた。ただの強盗なら、金目のものを盗んですぐに逃げるはず。それなのに犯人はなぜか現場で数日間生活をしていたのだ。さらに捜査員たちは農場の屋根裏で、足音を消すための藁が床に敷かれているのを見つけた。その藁の上には何者かが寝ていたと思われる痕跡も残っていた。屋根瓦は数枚剥がされており、屋根裏から農場の様子が一望できるようになっていた。これらの痕跡から、犯人は事件を起こす数日前から屋根裏に潜伏し、一家を殺害するタイミングをうかがっていたと推測される。しかし、警察による捜査で明らかになったのはここまでであった。農場内では犯人の身元につながるような痕跡を一切発見することができなかったのだ。事件発覚から4日経った4月8日、警察は事件に関する情報提供に対して10万マルクの懸賞金をかけると発表するが、有力な証言や証拠を手に入れることはできなかった。事件はこれ以上の進展を見せず、
発生から33年後の1955年、未解決のまま捜査が打ち切られることとなる。ここからは、警察の元に寄せられたいくつかの証言を見ていこう。殺されたアンドレアスは私の友人でした。あれは確か、事件が起こるに3日前だったかな。アンドレアスは、農場の屋根裏から足音が聞こえてきたと話していたよ。それから、アンドレアスは他にも変なことを言っていたな。何でも、農場の敷地内で見慣れない新聞紙の切れ端を見つけたとか、近くの森から農場へと続く足跡を見つけたとか、全く気味悪い話を聞いたな、と思っていたんですよ。先ほども述べた通り、屋根裏では犯人が寝起きしていた痕跡が見つかっている。アンドレアスが聞いたという屋根裏からの足音は犯人のものと見て間違いないだろう。また彼が見つけたという新聞紙の切れ端や森から続く足跡、これらももしかしたら犯人が残した痕跡だったのかもしれない。あの事件が起こる直前、農場の鍵がいくつかなくなっていたそうなんですよ。もちろんアンドレアスは鍵がなくなっていることに気づいていました。それなのに周りが何度進めても警察への届け出を一切行わなかったんです。この鍵については後ほど触れようと思う。ちょっと面白い話があるんだよ。事件が起きる半年ぐらい前、農場で働いていた使用人の女がアンドレアスに仕事を辞めたいって申し出たんだ。あまりに突然のことだったからアンドレアスは女に理由を尋ねた。すると女はこう答えたんだ。この農場は恐ろしい何かに取り憑かれていると。使用人はそのまま仕事を辞めて農場を去っていったそうなんだ。こんなこと言われたら住んでる人間はたまったもんじゃないよね。でもアンドレアスたちは大して気にしていなかった。そして半年後殺されちまったんだよ。かなり不気味な話だが、元使用人の女の言葉は事件と何か関係があるのだろうか。ちなみにこの時に辞めた女に代わって使用人として働き始めたのが殺害されたマリア・バウムガルトナーであった。彼女は殺害された日の朝から農場で働き始めたばかりだったという。あの一家のことはあまり知らないの。あの家とは関わらないようにしていたから。実はこんな噂を聞いたことがあるの。ビクトリアの息子のヨーゼフ、あの子の父親は実は農場主のアンドレアスなんじゃないかって。つまりアンドレアスは娘のビクトリアとそういうことをしていたってわけ。実際アンドレアスは近親相姦の疑いで警察に連れて行かれたこともあったの。そんなこんなでみんなあの一家を避けていたのよ。近親相姦の噂により近隣住民の中には一家を避ける者も少なくはなかった。このことも遺体発見が遅れた理由の一つであると言われている。未解決事件として迷宮入りとなったヒンターカイフェック事件。しかし一時期最有力容疑者として警察が目をつけていた男がいた。彼の名前はシュリッテンバウアー。実はこの男、ビクトリアが夫の死後交際していた人物であった。それではなぜこの男が容疑者として疑われることになったのか。そこにはグルーバー家の近親相姦の噂が関係していた。ビクトリアとシュリッテンバウアーの交際が始まってからしばらくの間、二人は幸せな日々を送っていた。シュリッテンバウアーと共に過ごすことによって戦争で夫を亡くしたビクトリアの心の傷が少しずつ癒えていったのだ。しかしある時二人の関係を大きく揺るがす出来事が起こる。ある日、ビクトリアに呼び出されたシュリッテンバウアー。ここで彼は、彼女の口から、とある告白を受けることになる。聞いて、あなた。私、お腹の中に赤ちゃんができたの。あなたの子よ。それは妊娠の報告だった。彼女によると、子供の父親はシュリッテンバウアーであるという。しかし、彼の心の中には喜びではなく疑念が渦巻いていた。二人は何度か行為に及んだことはあったが、計算してみると妊娠時期が明らかに不自然だったのだ。
そしてシュリッテンバウアーの疑いの目はビクトリアの父アンドレアスに向けられる。赤ん坊の父親はアンドレアスではないか。彼はそう考え始めたのだ。数ヶ月後、ビクトリアは無事に出産。赤ん坊はヨーゼフと名付けられる。このような状況の中で、ビクトリアの父アンドレアスはシュリッテンバウアーに対し、ヨーゼフの認知と養育費の支払いを要求した。これに激怒した彼は、二人の近親相姦行為をなんと警察に通報してしまう。先ほど証言の中で挙がっていた、アンドレアスが近親相姦の疑いで身柄を拘束されたというのはこの時の話だ。最終的にシュリッテンバウアーは訴えを取り下げ、ヨーゼフの認知と養育費の支払いに応じるが、この出来事によってグルーバー一家に恨みを持ち、犯行に及んだのではないか。ミュンヘン警察の捜査官たちはこのように推測した。さらに、捜査を進める中で新たな事実が発覚する。グルーバー一家の遺体が発見されたあの日、シュリッテンバウアーも近隣住民たちと一緒に農場にやってきていたのだ。納屋で4人の遺体が見つかった直後、彼は声を上げた。俺の息子はどこだ。彼はそのまま母屋の方まで走っていった。近隣住民たちがシュリッテンバウアーを追いかけて母屋までたどり着くと、彼はなぜか母屋の鍵を持っており、それを使って建物の中に入っていったという。その鍵は、アンドレアスが紛失したと話していたあの鍵だった。これらの状況証拠により、警察はシュリッテンバウアーを容疑者として疑い始めた。しかし、物的な証拠が一切見つからなかったことや、シュリッテンバウアーが住んでいた村の村長が潔白を訴えたことで、最終的に逮捕には至らなかったという。発生から100年が経った現在も、ヒンターカイフェック事件は未解決のままとなっている。事件が発生したヒンターカイフェックには、現在も広大な耕作地と森林による自然豊かな景色が広がっている。2022年8月、この場所に建てられていたとある慰霊碑が撤去された。慰霊碑にはこう記されていた。1922年3月31日、ガブリエルとグローバーの一家は、神を信じない殺人者の手によって犠牲となった。犠牲者の遺体は現在も近隣のバイトホーフェン墓地で眠り続けている。